はい、ジャズのブルースをねスラップでやってみたんですけれども、どうだったでしょうか。前回から比べてね、プルが入りました。あとはね3連のゴーストノートで、あとはアンティシペイトって言ってね、拍をねクッて入ってくるっていうね、そういった処理もしています。で、前回と同じなのは親指のねアップダウンで持ってスイングフィールをこううまく出していくっていう、このあたりね皆さんもぜひ挑戦してやってみるといいと思います。で、ですね、同じコードが2小節以上続く場合のね処理の仕方、これがよくわからないっていう人がいるんでね、そんなアイデアもいくつか231ページの方にね載せてあるんで、チェックしてみてください。はい、ということで次回はですねラテンのベースをねスラップでやってみたいと思います。楽しみにしててください。ではまた見てくださいね。それでは。